すいません、すいません、なんかいろいろと、はい、うちの子がうるさくてですね、本当にもう元気いっぱいでありがとうございます。この度はこの度はあの村人にもう来てくれてありがとうございます。いえいえ、もう受け入れていただいてありがとうございま す。ちょっと改めて、はい、ちょっと自己紹介をお願いします。自己紹介はい、自己紹介、はい、はい、ダン・シャーリーこと栗原と申します。はい、はい、まあ通称ダンさんでね。そうですね、はい、はい、でも4月1日から来ていただいて、はい、もう本当にありがとうございます。いえ、こちらこそ本当にありがとうございます。そうですね、もうまず1日にここ着いてから、うん、まず水汲みに行ってね。そうですね、まずは水汲みに行って、それから御用聞きの、はいはい、ね、ちょっと巻き回収にも行って、う、ね、もう初日からいろんなことをやってちょっと、はいはい、毎日のようにね、なんか働いてもらってるんですけど、いえいえいえ疲れてないですか？あ、大丈夫ですね。大丈夫ですか？今おいくつ？今36です。36、はい、若いな。いえいえいえ、ですね、僕今45なので、ね、はい、9つ違い、はい、大体うちの嫁さんが今35歳なので、うちの嫁さんと、ね、割と同世代って感じで、はい、すごいですね。なんかね、やっぱ体力あるなと思ってて、本当に。本当ですか？ここに来るまで何やってたんですか？ここに来るまで、単純に歩くのが好きなので、はいはい、あの去年とかは海外に5ヶ月間ぐらい、うん、歩き旅というか。え、歩くの？はい、野宿しながらずっとこうひたすら歩くっていう。あのチャリンコとかじゃなく車でもなく、はい、そうですね、徒歩っていう。いや、すごい。え、海外ってどの辺を行ったんですか？どの辺歩いたの？最初はトルコに行ったんですけども、うん、そこはちょっと一瞬アフリカ、あのケニアに行きつつ、はいはい、そこからまたイギリスだったり、ハンガリー、スロバキア、はい、チェコみたいな感じで。へー、はい、あ、どこを一番歩いてよかったですか？トルコです、ね、トルコ、おー、はい、トルコどんなとこ良かったの？トルコ、自分の中で3つ魅力がありまして、はいはい、あの1つがもう大自然っていうのがあるんですけど、本当にもう川から谷から海から山から、あの基本的にすごい大自然がまだ残ってるんですけど、はいはい、あの現地のトルコ人の方々がまだこのアウトドアに目覚めてないというか、へー、興味ある人ほぼいないんですよね。ほう。なのでものすごいいい場所が、あの人が誰もいないっていう。へー、なのでアウトドア好きにはもうたまらない。そうですね。え、それ一応観光地みたいなのになってるんですか？そういう、一応そうですね、国立公園だったり、そうですね、何々公園みたいな感じだったりはするんですけども、地元の人たちは別にって感じなんですか？そうですね。へー、はい、すごいな。なのでアウトドア天国っていう感じが、そうですね、一つですね。はいはいはい。あともう一つは、あの実は自分は知らなかったんですけど、あの、うん、世界三大料理の一つがトルコ料理っていう。はい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 、はい、でもトルコ料理が美味しすぎて、はあ、もう今後の人生一生トルコ料理でもいいかなっていうぐらい美味しかったですね。例えば何あるんですか？有名なところで言うとケバブとか。ああ、はい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 。あとはちょっと詳しくないんですけど、なんかイスラム教とかが、うん、あの関係してるのか、うん、なんか野菜メインの料理が結構多かったりで、ヘルシーなんだ。そうですね。はあ。その料理もすっごい美味しかったですね。味付けって何なんだろう、ね。味付けは本当にいろいろありましたね。野菜料理でこんなにバリエーションなんか出せるんだっていうぐらい、はあ、ちょっと何の味かって言われたら答えられないんですけど。すみません、実はトルコの、うん、3ヶ月間いたんですけど、はいはいはい、そのうちの1ヶ月間あのまさにあの自給自足ようなのようなことをしてるご家族のところであのお手伝いさせていただいてたんですけど、その時もあの毎日毎日そこの、お世話になった方のお母様がもう料理が得意で、はい、でもうトルコ料理をもう毎日こう振る舞っていただくっていう、いやもうそれが美味しくて美味しくて、すごいですね。ちょっと長居したんですね。そうですね。歩くってすごい体力ですね。そう、最初はもうちょっとこう20キロ30キロ歩いたらもう疲れ果てたんですけど、やっぱこう慣れというか、毎日歩いていくと、もう 40、50キロ歩いても一日にそうですね大丈夫っていう。すごいですね。状況に、はい、なんか危ない目にあったりしないんですか？危ない目で思い浮かぶのは、あの雷は怖かったですね。へー、はい、あの一番近い時本当に多分
100メーター先ぐらいに落ちたと思うんですけど、もうすっごい音で、もうそうそう、落ちた瞬間はもう自分が生きてるか死んでるのかちょっとわからないぐらいの怖かったですね、それは。いや、なんか人生観変わりますね、そういう旅をすればね。はい、そういう旅をして、はい、ここに来たという。そうですね。そうですね。へぇー。そうですね、その旅のきっかけも少しありまして、うん、それこそあの基本本当にあの宿泊施設とかに泊まらずに、うんうんうん、本当にあのいわゆる野宿っていう感じで、はいはい、テント背負って、はいはい、あの本当に山の中、はいはい、森の中で、はいはい、テント暮らしを基本的にしてたので、はいはい、あのその生活の中で、うん、なんですかね、もう本当に、まあ、背負ってる所有物だけで生きていくっていうことが、あの思いのほか全然できてしまうっていうのが分かったので、あの今まで生活でこう所有してたものが、はいはい、あのほとんどいらないなっていうのに気づいたっていうのは、あのものすごい大きな気づきというか、でそうですね、もう本当に少ないもので基本食べるものさえあったら生きていけるっていうのがこう痛感してしまったので、ね、はいはいはい、あれみたいな、これは日本に戻っても、ね、食べ物を作れて、はいはいはい、まあ、最低限雨風しのげるような場所があったら、これは成り立つなと。ねえ、そう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 、もううちも全く同じ考え、はいはいはい、それでいいんだよなって、ね、はいはいはい、なんかなりますよね。そうです、まさに。実際ここに来てから何もほぼ何も買ってないよね。そうですね、買い物もね、実際ね、一応スーパーとかね、一応気使ってね、ちょっと行って、なんか欲しいなったら買えばってやるんですけど、まず何も買わないで出てくるから、で俺だけがちょっとプリンとか買ってちょっと恥ずかしくなる。なんか今日やっとね、ワークマンで、はい、ちょっと一応田植えもそろそろね、はい、始まるっていうので、田植えにも使えるし畑仕事にも使えるかなっていう、そういう、まあ、ギアをねちょっとね、はい、追加したかなぐらいでね、であれもまあ安かったね、1900円ぐらいで、ね、そうですね、超えて、うん、はい、いやすごいな、いや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 、でも本当ね、なんかそういう方だっていうのをね、最初ね、事前に応募の時にね、文面でいただいて、はい、で面談もズームでして、でもう本当にこの通り、もう明朗快活、ね、もう 目の輝きがね、いやいや、もうなんていうんだろう、こうギラついてるし、なんかいい意味でね、なんかもう生きる力にこう満ちてるし、なんか全然俺も心配してなくてまあ実際ね、ここに着くなりもうテント張ってのテント生活をしてるんですけど、もう全然こっちもあの心配してなくて、一回ねちょっとマイナス3度のね朝が来て、さすがに寒いだろうっつって、ちょっとあの布団とかもう追加したんですけど、でもね本当にタフな方なんで、もう本当あのまさに第一村人だからね、そうそうそう、第一村人、本当第一村人で、本当4月1日にもうまさに来て、でもなんかダンさんは一応この暮らしというか、うちに来て、はいはい、大体そうね、冬来る前まではね、うん、滞在しようかなっていうので、はいはい、まあ、あの応募の時はまあ聞いてるんですけど、はい、その期間内でなんだろう、どういうのを覚えて習得していきたいかなってのあります？なんかそう、この辺覚えて帰りたいぜみたいなのもありますですね、うん、あ、もう本当に自給自足に関することならもう、うんうん、全て吸収したいみたいな感じですかね。あ、いいですね。そうですね、逆に、うんうん、そうですね、自給自足に関係あることで自分が興味がないことはないかなっていう、うんうん、ああなるほどなるほど、感じですね。はいはいはい、はい、あ、それはいいね、うん、なんか、はい、この間もね、この丸ノコとか電動工具ね、はいはいはい、ドライバーとかも使ったちょっとね、はい、施工をしてもらって、はい、まあ、そこに、まあ、ここ縁側なんだけど、はいはい、まあ、今うちのずっと完成してない新居新居のちょっと片隅で撮影してるんですけど、まあ、そこの縁側がね、まあ、比較的施工しやすかったので、今先にね、あの今ダンさんと一緒に施工して、もうその縁側に今テントを張ってるっていうね、まあ、座らせていただいてます、ね、本当にね、そういう状況なんですけど、これもね、はいはい、一緒にちょっと作って、もう丸ノコも電動丸ノコインパクトドライバー、はい、まあ、そういうのも、ね、まあ、ほぼね使ったことないっていうことだったので、もうこっちも教えがいがあった、ありがとうございます。でね、やるたびやっぱ上手くなるしね、はい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 、うん、でやらないことにはいつまで経ってもできないんだけど、やっていくことで必ずこういうのってできるようになるので、はいはい、なんかね、どんどん成長が見て取れて、はい、
おかげさまで。いや楽しみなんですよね。ありがとうございます。で僕もやっぱりこういうのね伝えていかないとそれこそ本当に自己満で終わるからね自己満足で終わっちゃうので人に伝えてその人たちがまた自分なりにアップグレードをこうしてアップデートしていって成長していってそれをまた次の世代に伝えてっていうで、ね、生きる力をこう伝えることだからなんか何も間違ってないし、はいはい、なんかこれはもうね僕も40半ばなのでもう人生半分ぐらいはもう過ぎてるのでもうこっから先はね、はいはい、もう自分の満足プラスやっぱりその次の世代のために動かなきゃなっていうのがあって、はいはい、まあ自分も一人でやってたり、まあ、今家族ですけど家族だけでやるのもしんどいし、うん、まあそういうのもね楽しいことや辛いこととかそういうのもまあみんなシェアしてね引き止めてシェアして村人でなんかね、うん、あの成長し合いながら助け合って生きていきましょうっていうね、はい、まあ、まあそんな企画なので、はい、まあ、あの簡単に言うとみんなで生きてこうよっていうねあのいろんな人いるけど、はい、年も違えば性別も違うしまあ様々な人だけどみんなで生きていこうぜっていうね、はい、そういう。なんかとりあえず今んとこ、4月1、2、3、4、5、6とりあえず6日間一緒に、はい、行きましたね僕はいそうですねまさに、ね、行きましたね、はい、なんか特に変な事故とか怪我とか、はいはい、これからもなんか一つよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。もう今日はちょっとあの天気もね、はい、ここから下り坂ということでもうさっさと作業切り替えて、はい、動画撮影だったんですけどもまあ、今後もねこうやって村人が増えるに従って、はい、あのこういう動画も撮影していきますので、はいはい、今日はダン、ダンシャーリー第一村人ダンシャーリーでございました、はい、皆さん今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。